皆さんどうもどうもよろしく、ワラスドラゴン TK です。では今回もエンチャンタムやっていきましょう。では行こう。よし、じゃあ行くところどこかな。でね、前回終わってからね、裏の作業でね、毎回ね、なんかハウスのゴーレムのコアね、取れるかなってやったら取れたんですよ。でね、もう一応ショップでゴーレム生成して言います。すでにね、でね、あとね、気づいてもらったんですよ、キャラクターで武器変えられるのここまで気づいてなかったんかいですけど、まあ、それで、ね、やってなかったから相手が強かったよね。書いた途端めっちゃ弱なったからびっくりした。あ、これ、あ、忘れてたっていう、そういうオチがね待ってたんすよ。てか、まだ 1m も行ってないところでまたエンカウントすごい早いエンカウントやね。取り出したら途端にね、こうやって増えていくんすよ、エンカウント率がね。取ってない時の方が全然エンカウント少ない。それのおかげでいろいろ走り回らなあかんっていう。いやいや、一応ね、前回からレベル1ぐらい上げてきました。よし、ということはこれぐらいかな。大判下がありそう。お、そう、そうやね。あとね、リオミモザ、ちょっと言えてないけども、リオミモザね、前欲しいなって言ってたやつ合成しておきましたもん。だいぶね、いい感じにだいぶなってきてるんですよ。成長の方もね、いろいろ上げてるし、あとそのなんていうんですか、スキルの方もね、もうほとんど取り終えてます。食で買えるものも取ってるし、スキルでね、他の方で取れるやつをほとんど取っております。あとアツマのね、あの何やったっけな、ハイブローではハイブローは取っとるわ。スキルでアツマで見たら分かんねんけれども、これハイパワーチャージだけね、このまま残しておいてますって。ああ、取れたね。まあ取っておきましょう。でもこれでもなくなったんで、あとはまあ適当にねやっていくだけなんですけど、ちょっとなら買いとくわ。ウェーブはいるね。いや、グラブフォースがあるから別にいらんか。無属性なの？こっちも無属性やんね。関節やけども。ウェーブ、どうしよう。無属性の中パンチ、これはいるわな。敵1体に直接やろ。これも結構使えるんですよね。スタミナでいいか。このグラブフォースをあそこに入れてて、でハイパワーチャージも入れときたいんでね。これ自分のパラメータ 50% アップすから結構いいかなって思う。クリアラッシュもね結構使えるんですけど、ハイブローはスタンプビート、弱攻撃やろ、弱衝撃やろ。で、ハイブローの方が無属性の中パンチの勝ちでいいっすね。前しかできんけど、横は無理やけども、まあ、他のやつで補ったらええかっていうことやね。要は、では、戻ってやっていきましょう、もうそろそろ。てか、あんなに溜まってたんやね。全然知らなかった。それやねんやな、ほんまに。では、なにこいつ、え、誰やお前。ん、ひょっとしてあんたらも横浜シティの様子を見に来たのか。いつもあんたらも横浜シティの様子を見に来たのか。いや、はあ、喋るんかい、お前。お前喋るんかい。おさもそうなのか。ああ、横浜シティに知り合いがいてな、いても立ってもいられずやってきたんだが、どうかしたんですか。どうもこうもないよ。
ロンドンの兵士たちが橋のあたりで検問を張っていてな。横浜シティは壊滅した。行ったところで誰も生きちゃいない。そう言われて無理やり追い返されたんだ。兵士が検問ですって？一体誰がそんな命令を？そりゃカリバン様じゃないのかい？またカリバンか。そうよ、そうよね。カリバン様、とにかくここでブチブチ言っててもしょうがないだろう。検問だかなんだか知らないけど、とにかく行ってみようぜ。そうね、うん、行きましょう。なんかカリバンってカリンやろ？まさかと思うけどさ、親子じゃないよな。俺それ当たってるけ？もしかして。あー、これ今いらんねん。今これはいいねん。で、行くところはどっち側や？ちょっとこれで見たらわかるか。東が横浜シティってことは右の方行けばいいのね。ちょうどシティで北ロンドンシティ。なんかもう完全にフィクションやね。東が横浜で西が京都シティ、うん、京都で北がロンドン。うわすごい。うわすごい。ねえ、ほんまね、びっくりやわ。ほんまこのこいつか、ここか。あ、これは言わんねや。現在、戒厳令、戒厳令からだね。戒厳令か。いや、別やね。タシティへのつながる道はふさわしい封鎖中。地帯が落ち着くに、ここはどうせどうかより帰れ。ってことは、向こう側？まさか。え、これ東やんの？東ってことは、あ、そうか、あ、そうか、こっちやわ。すんません。間違えました。こっちやね。よし、来たね。おー、めっちゃおるやんか。橋の近くに兵士がいるな。検問張ってるってのはあいつらか。あ、ライガー、あいつは？む？何誰？どうしたん？大岡様、準備の方滞りなく整いました。ああ、大岡。ではこれより作戦を決行する。天下。え、いや、ちょい待て。大岡様、爆破作業完了いたしました。見ればわかる。見ればわかる。これで暴走したとかいうゴーレムどもも多少は足止めできるだろう。もっともデビルゴーレムに対しては気休めにもならんがな。まあな。まったく横浜の無能なバカども迷惑をかけてくれる。うわ、よく無能なバカども。どうせ死ぬなら綺麗に死んでほしいものだ。なんかおいし腹立つな。そうは思わんか。それはやな、ほんまな。死人のことを悪く言うのは気が進まんか。当たり前やろそんな。だが気に病む必要はないぞ。横浜の人間など我々にとってはもともと何の価値もなかった。いや、むしろ目障りな存在だ。放っておけば無節操に増え力を増し、やがて我らを脅かす。言ってみれば死肉に湧く宇治のようなもので。うわ、なんか宇治のことを気に病む人間などおるまい。なんてやつなの。やろう。ああ、こいつは戦うパターンか。ちょっと待ちなさい、バカ。おい、てめえ、なんだお前は。よくも橋を壊しやがったな。まだ横浜には生きてる奴がいるかもしれねえんだぞ。うわ、時代やわ。おう、こういうこの王家ってやつ。うわ、マジうざ。ずいぶん頭の悪そうな顔をしていると思ったら、こいつはとんだ間抜けだ。デビルゴーレムに襲われた町に
生きている人間などいるものか。なんだと。ここは引きなさい。相手は騎士よ。万兵なんかとはわけが違うわ。おや、これはこれはカリン様ではないですか。うわ、やっぱりそうやんか。嫌なやかん。貴様もいた。従者を連れて物見湯さんとは結構なことですな。私が何をしようとあなたにとやかく言われる筋合いはないわ。それはもちろんでございますとも。そうか、一つ聞きたい。なんだ。この橋の爆破、カリバン様の命か。無論だ。我ら騎士が拝命するのはカリバン様のご命令のみ。ああ、そう。そうか。そんな。どうしたん？さて、そろそろ私はおいとまさせていただきましょう。あなた方と違い、暇ではないのでね。総員、ロンドンシティへ帰還するぞ。は、総員、帰還準備。では、これで失礼。嘘、マジで？え？ね、どうすんの？何なんだ、今の野郎は。すまぬ。なんで、ライガさんが謝るんだよ。とにかく、うん、橋が落ちてしまったから、なんとなくわかる。向こう岸に渡る別の方法を何か考えないとね。そうだな、とりあえず、岸にでも降りてみるか。岸にでも降りてみる。じゃあ岸行ってみますか。こっち、こっちか、岸って。違う。騎士にでも降りてみる。え、騎士ってどこにあんの？ちょっと騎士ってどこにあんの？まあそういう時に地図なんですけどね。まあその前に戦闘をしないとダメなんですけど。私も行くわよ。どうしよう。まあ行けるとしても別に。おお。エボ。エボやねんけど。走らせもしなかったのね。よっしゃ。SP 300ももらえんの？やばいでしょ、やばいでしょって言い方。じゃあそうか。今ここに寄って、ほう。ラガウ沿岸。岸岬。降りてみるか。どっから、あ、これか、ここか。ジャストミー、ここでした。よっしゃ、よかった。どこに行ったらええんかわからなかった一瞬、ほんま。これさ、ウェイ。来た。それまた戦闘ですね。これはちょいと、あ、かわいい敵が遊んでやってる暇はねえんだ。流れなさい。まあ、この倒しはね、効力で持ってるんですよ、はっきり言って。なんか最初にね、出てきたから、やったらどう思ってる。元気だ。ちょい、てい、てい。水よ、さよなら。おー、しまった。SP やばいやろ。こいつすげえ。うわ、こいつ、あ、やっぱ泳ぐ気だ。どこや、どこから向こう岸に渡れる。それやねえな。行きながら見ながら行きますか。なら、ここら辺やとは思うねよ。あ、あそこや。わかったぞ。で、この中でね、あ、上がる。よかった。来た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 。やったね。おうか。お前、橋壊してたけど、もう大海に渡ってきたぞ。そんな、爪甘すぎやで。っていうな。負けないわよ。ほんまに、爪甘すぎろ。水持てれへんようにするんやったらさ、もっとさ、その、なんていうの、この泳
いで行くことができんようにするのが当たり前じゃないですかねっていう。いや、いいわ、マジ最高やわ。下がれなさい。すごいな、一回の敵の攻撃の数が、数ということなんです、数字がな、150やったもんな、さっきな。びっくりしたわ、ほんと。下がれなさい、残念ね。よし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 、素晴らしい。おお、レベル上がった。すげえ、クレイジーピザ、レベル19。え、いや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 、上がりすぎじゃね、ピザ。おい、ピザ、お前レベル上がりすぎじゃね。よし、ちょっとびっくりしたわ、はっきり言って。なんもねえな。よし、じゃあ先進んでいこう。何もないかなって、おい、びっくりしたい。これの戦闘シーンね、あいつら出てきてほしいな、あの可愛いやつら3匹。こいつ SP 高いからな、すごい嬉しい。甘いピア、はい、レイができる、火の力を変えてられる、俺様最強。いや、素晴らしい、312。やばいやろ、これやばいやろ。こっちは何もなさそうやね。じゃあ上行って横浜市に入っていきましょう。で、行った矢先にまた出てきたよ。ちょっと待って、また可愛いやつが、あ、まあ、一応可愛いけれども、可愛いけれども、さっきのやつとは違う。流れなさい。にゃにゃにゃ、可愛らしい声が、うにゃ。やべ、好きやわ、なんかこのゴーレム好きやわ。確かこいつシュートとハイシュートができたやつですね。よし、ハイシュートちゃうか、そうなんだっけ。やべ、可愛い声が、やべ、ちょっと聞いてたい。それもそれであかんけどな、それもそれであかんねんけど、まあ、うん、しゃあないかっていう。お、老海園、海園岸岬に来たね。よし、で、ラガウ海、え、これ合ってんの、ちょっと待って。ほう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 、このまま行けたら、行ったら良さそうやね。よーし、デイ、洞窟か、これはトンネルかに入った瞬間にまた敵が出てくる。遅い、よいしょ、えい、あ、結構強い。よっしゃ、終わった、一匹、これで一匹やろ、やばくね。やばく、うおー、185。えー、かぶれー、うわー、70。いや、ちょっと、嫌なやつ、嫌なやつ来た。よっしゃ、行くぜ、行ってよ、よっしゃ、よし、行きました、揺らせ、消えろ、いいね、よっしゃ。よし、ブルードッグ、レベル17になってるね。マジでこれ、え、これこっち行けるんだ。よっしゃい、おー、ここにもあったい。ちょっと待って、ほんま、さっきから変換してすげー、もうちょっと少なくしてくれ。あ、けどこの子やったら来てもいいよ、うん、甘い、やっ、やばい、これがかわいい。やべー、よっしゃ、そっち、
痛そう、今のが痛そう、たぶんびっくりした。オートで行こうかも。やるやるだけど。にゃん。なんか癒される。小動物っぽい感じがして。ちょっと待って、一旦あっちも見ていく。やはりやった取っていこう。これもね、SP とかね、もらえるから。あ、またこいつら、あ、こいつさんに200ぐらいもらえるね。SP がもらえる。これいるんですよ。このゲーム大事だと思う。SP が一番。その次に。VP とかはね、残念ね。どっちかっていうと、いるんやけれども、ヘボイ敵やったらこれ減らんからな。ヘボイ敵やったら本物に減らないんで、だいぶ楽にはなるんですよ。だからそういったところで重点的にレベル上げとかね、していったらいいんですよっていうね、そういう話なっていう感じだけど、てかさっきからカモメよう飛んでるな、カモメかな、鳥が飛んでるね、白い鳥が。え、何あれ、あれ、あんなやつおったっけ。あ、おった、あんなやつ、なんか青いオーラみたいな出してるやつ、ゆっくりしてる、そんなやつおったっけっていう。よっしゃよっしゃい、ウェイシャープ、ちょっともう、ウェイ強いかな思ったらそこまで強くなかったけど、ああそういうやつか、 HP 吸収させる、させられるやつか。よっしゃ、終わった、シャープ、いいね、よし、さらに修行に励む、いい感じ、いい感じ、よし、じゃああとは、お、なんか人おった、人おった、人おった、ちょっと待って、人おったって、え、いや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 、これはちょいとどういうことかな、敵のお出ましか、新しい敵が出てるわ、やっぱあのフラワー持ってるやつ、花持ってるやつか、何フラワーって言ってるの。ちょっかい、あー、いつに吸収されたなら、あれが嫌いね、あんまり好きじゃない。よいしょ、うえい、決める、で、どうさ、終わった、いいね、よっしゃ、勝ったぜ。よっしゃ、なんかレベル、誰かレベル上がった、話す、横浜を見た男、これで喋らんねん、あんたこんなところで何してんだ。私は横浜市を見てきたんだ。いや、だって どうなってたんだよ、横浜市を。あんたは横浜市か。あ、それで横浜市はどうなってんだよ、どうなってたんだよ。何、横浜に行くのに行って、なんでだよ、理由を入れよう、入れようよ、おい、やられるのに行きません、まあ行こう、投げる、よいしょい、でこっち行って、なんか誰かおるな、誰かおるじゃなくて敵がある、いけるか不安やけど、一回戦ってみましょうね。これでオートで、うわ結構出てる、結構、あ、3匹だけ、あ、やったらまだいける気がする。さあ、よっしゃ、よっしゃ、一匹倒した。よっしゃ、倒した。いいね。あと一匹だけ。よっしゃ、85来る。85座れる。でターン2で全員で攻撃。さあ、終わった。さあ、よっしゃ。終わった、集中崩壊ね、一匹に、
なんかかわいそうな気がしてきた。タイガーコア手に入れたよ。よかった。まあ今回はこれぐらいにしときましょうかね。ならこの先行ってみて何かあったらって。あ、なんか来た。ねえライガー、なんでしょう。なんだか少し寒くなってきたと思わない？そう言われれば確かに。まあ確かにアイスのゴーレムやもんね。アイスのデビルゴーレムやったもん。氷のね、アイス。私冷え性なのね。ああ、そうなん。やだわ寒いの。あ、どうした？アズマどうした？じゃあまあ今回ね、まあこれぐらいにしときましょう。一応ねイベントも見れたし。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。